私たちは秋田のスポーツを応援しています。頑張れ秋田。いよいよ今週日曜日に迫ったサッカー J2 リーグブラーブリッツ秋田ホーム開幕戦。アウェーの地で3戦を戦ってきた東証吉田健監督にズームでお話を聞きました。今シーズンブラーブリッツ秋田が目指すサッカーというのはどういう形になりますでしょうか。粘り強く戦う。いろんな意味が込められているチームスローガン新秋田一体ということなんですけれども、監督がですねこのスローガンにかける思いをちょっと教えていただきたいかなと思いまして。心から信じる。監督にとってどういうふうな心をサポーターの皆さんに見せていただける感じですかね。ひたむきに粘り強く戦うことです。今シーズンのブラーブリッツの選手が約半分新しい選手になりましたけれども、新加入した選手たちはいかがですか。非常に前向きに取り組んでくれています。日常を大切に積み上げてくれていると思います。在籍していた選手と新加入した選手 の、 このコミュニケーションキャッチボールというのはどのような形で見てますか。非常に傾聴力が高く、それをプレーで表現できる素晴らしい選手たちだと思います。今シーズンにかける思いちょっと教えていただいてもよろしいですか。秋田の皆様には日頃から選手、クラブを支えていただき本当に感謝しております。秋田のためにチーム一体で走りますので、今シーズンも応援よろしくお願い申し上げます。吉田監督、実はスポーツの力最多出演の3回ご出演頂戴してるんですけれども、毎回お伺いさせていただいております。吉田監督にとってスポーツの力とは。スポーツは S と S を取るとスポートになります。つまり港です。港から大海原に出たら、自分たちの力で自分たちを信じて方向性を定めて、どんな荒波にも団結して結束して臨まなきゃならない。それがスポーツの力だと思います。熱いお言葉ありがとうございます。今シーズン頑張ってください。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。スポーツの力、全力。